はい、いってらっしゃい。街乗りする人もいるし、仲間内でサイクリングする人もいるし、これは普通に車道を走るもの、これはもう車椅子にこのハンドサイクルつけた時点で自転車扱いになるから自転車と同じ形状です。上にくっつけてキャスターがあるから、怖い、大丈夫。怖い。OK。で今これで前輪が浮いた状態になって三輪で走る。三輪で走るの、ちょっと全体図を入ってますね。ブレーキが、これがパーキングブレーキで、あとは逆回転させると止まるコースターブレーキっていうのがついてるから、このパターン、そうそう、でこれでもう走り始められます。はい。はい、さっき漕ぎやすい。漕ぎやすい。でもあそか1だから軽いのか。これを走りながら変えるのね。変わんないじゃん。楽しいかもしれない。本当は道路で走るときはちゃんとヘルメットをかぶった方がいいそうです。おーすごい。これこれマックス7だ。7結構すごい。これいいわ。おりゃ。これ坂と段差は余裕。坂道は前側に荷重がないからタイヤが空転しちゃうかもしれない。あんまり急な上り坂だと、ただその坂の途中で止まっちゃうときつい。めっちゃ恐怖。坂きつい。これ坂、私坂入る前にギア変えて動かないと。なるほど。段差ワードと言ってみよう。怖っ。ほらね、前輪が空転しちゃうでしょ。どうしたらいいの。ハンドリムを押せばいい。なるほど。だから漕ぎ出し最初だけハンドリムで漕いどいてから助走をつけてやれば、そんな漕ぎ出しが大変じゃない。しかもハンドルは動かないのか。これ連動してないんだ。そう、しかも片方手でハンドルを持っておいて片方ハンドリムで漕げば、ハンドルの方で左右を操作してそれでもまっすぐ進むからです。うわちょっと器用じゃないといけない。これはちょっと初めてにしたレベル高い。その状態でハンドリムで漕いで、
緒で、車と一緒でさ、バックするときは反対にハンドル切って、でもこのバックするとこれがついてくる、進むときはついてこない、でコースターブレーキがついてるから、ある程度の砂利道とかであれば。砂利も行けるんだ。じゃあ基本的には、まあ、私のやつにもついたから、なんでも？もう 90% の車椅子にはつくんだけど、うん、つかない条件としては、ステップ、足台が、取れる、取り外しできるタイプのものとかはつかない。あとは、今この車椅子には、肘掛けがないけど、肘掛けがあると肘掛けにそのハンドルが干渉しちゃってできなかったりとか、だから跳ね上げの肘掛けとか取り外せる肘掛けとかであれば問題ない。なるほど。じゃあ取り外しをお願いします。はい。ここにオートマチックアジャスターっていうのがあって、うん、これが今フックに引っかかってる状態。はいはいはい。このフックを外して、うん、でここを持ってもらってもう一回グッて上に上げてください。そしたらもうキャスターついたからいい。おー、この状態で。じゃあ一回自分で取り付けをしてみます。どのくらいかかるのか。まず入る、レバーが、うん、星型みたいになって叩きながらどんどん締め込むようなものがあります。じゃあ一人でもつけれるんだ。ここを握らなくても、握らなくてもなんかはめるカフみたいなのがついてて、ブレーキも握らないで逆回転でブレーキかけられるから、うん、でギアチェンは、ギアチェンジは顎操作。へえ、このなんかあ、本当にあの腕立て伏せの時のボタンみたいな。あ、そうそう。あ、本当。で、これが違う。これ先にこっち、それ、うん、キャスターが上がってる時に。あ、そっか。で上にガチャ。で足らなくても、え、そのままでもついてないから走れる。走れる。え、こういうもん、本来はこういうもの。え、本当に？本当に本当に。つけて走るの？うん、つけて外さないと、それ持ち運ぶことになる。あ、そっか。え、じゃあこれは何のためにあるの？あ、家に置いとくとか。家に置いとくためじゃなく、例えばこれで、これに乗って病院行きます、病院の駐輪場にこれを置いときます、自分が病院行きます、帰ってきたらまたこれ乗って帰るでしょ。あ、駐輪場に置いといて。自転車だからなるほどね。鍵つけといて。これ段差引っかかんないの？段差引っかかる時もある。どうするの？もう少し上げるか、全体的にキャスターがもうちょっと上がるようなセッティングを作ればやってみます。コンビニの入り口とか。おお超えれるの？超えれる超えれる。あの、このキャスターの高さまでだったら。あ、へえ。これさ、私の姿勢ってどうなってるの？ちょっとどういう姿勢なのってどう伝えればいいの？キャスター上げ、ちょっと上げてる感じ。あー、いや、そう、ずっと座っててさ、お尻の負担がどうなるのかなっていうのが。これでずっと座ってたらお尻の負担は、仙骨への負担が多くなる。はい、戻ります。
ってるんだけど、すごない？私のセンス。いやいや、近いよ。アシスト漕がないと電動は来ないから。え、でもすっごいめっちゃ速い。うわぁ、なんで手間これさ、これだって時速6キロがさ、日本のあれはルール電動車やつだね。これは電動アシスト自転車。何キロ出んの？何キロだっけな、25キロとかでアシストが切れる。え、アシストしなくなる。で、25キロまでは出るってこと？うん。いや、でもそれは漕がないと、アシストだから、あくまでもアシストだから。めちゃくちゃ速いけど怖っ。今手前が一番マックス？そう、だからこっちにすればもう ほぼアシストなし。いや、あったよ。これでなし。ほら、あ、本当だ。これで普通の自転車で、そうそうそう、はい、いってらっしゃい。られない、られない。結構早いね。結構スピードだよね。これが、アシストのハンドサイクルでした。めちゃくちゃ速くて、いや、マジで楽しかった。これが、まあ、なかなか車のあるところは分かんない、ちょっと慣れないと怖いかもしれないけど、でもこういう公園とか広いところで走れるのであれば本当に楽しいと思うし、これがでも軽装用の、さっき言った、電動、あ、アシストじゃなくても普通のアシストなしのやつの仕様が、これがケーソンと同じ仕様ってことですね。このこれが顎で、このあ、ちょっと高さ変わっちゃった。顎でここをこうカチカチ、もうちょっとまだここにあるんだけど、カチカチするのと、前がこれカチカチするのと、でギアね、ギア、そう、ギアで、うん、でこういう感じと、さっきのここの回すところがこの仕様になってて、軽装の人でもやりやすいような作りになってるやつです。まあ、これはちなみに体験会の時はこれもあるんですか？言ってもらえれば出します。そうだ、マジで楽しいから、本当に今一度はちょっと試してみるのをおすすめします。はい、ありがとうございます。これがバッテリーで、これがモーターね。いいっすか？マジ楽しかった。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ハンドサイクルを体験させていただきました。どういう人が乗ってたりするかっていうのを聞いたんですけど、まあ、例えば子供だったら、まあ、小さいお子さん一緒に友達とかが自転車に乗っているんだけど、自分だと車椅子じゃ追いつけないっていう時に、やっぱこのハンドサイクルを使って、その子供たち、友達と一緒に自転車に乗って、同じスピード感覚、スピードで、遊んでるとかっていう人もいるし、あとでもトレーニング、運動っていう、まあ、本当にでも結構、肩甲骨から回せばすごい私もいい運動になったなって思うので、まあ、そういう運動面で、使ってる方々もたくさんいるそうです。で、毎年本来であれば体験会っていうのをテレウス主催でやってたり、あとそのこれを扱ってる販売店さんでイベントをやってるそうですが、まあ、今年はコロナでなくって、まあ、来年はちょっとどうなるかわからないんですけど、そういった情報はテレウスのホームページであったり、あと自分が住んでる地域の販売店さんどこで扱ってるのかなって聞いてみたいなって思う方は、まあ、テレウスの方に問い合わせしてもらえば販売店さん教えていただけるそうなので、ぜひ興味ある方は、あとでもね、貸し出しで体験もさせてくれるそうです。なのでちょっと本当に普段は感じられないスピード感覚でめちゃくちゃ楽しかったので、ぜひ皆さん体験してみてください。はい、ではこんな感じで、
この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。あ、明らかでかい。でもそうでもないぐらい。あ、そうでもない。重い。何キロ？でも18